V リーグの全12クラブが理念推進活動 V アクションデーを一斉開催。アイナックは小学1年生から6年生の女の子を対象にサッカー教室を行った。子どもたちが楽しむように私たちもやってるんですけど、まあ、終わってみたら自分たちもすごく楽しむ時間が多くて、非常にこういう機会は自分たちにとってもいいものだなっていうのは毎回感じます。子どもたちの夢や未来について考えるグループワークでは、選手たちがそれぞれの経験などを伝えた。夢がまだ見つかってない子もいたり、トリマーって子もいたり、こう今からなんかいろんな可能性があって、好きなことをこう選べるなんか時代なんだなって。さらにイベント終了後には選手たちにサプライズ。ライフサポートを受けている神戸ベイシェラトンホテル&タワーズから皇后杯優勝のお祝いに特注ケーキが贈られた。